ので、キャッチの光、目の光も2個になる。キラキラですね。で、まあ、影、まあ、鼻のところとか、ここら辺は髪の毛があるので、この髪の毛で遮られてて、遮られてる部分は影にはなってるんですけど、ほっぺたのここら辺とかですね、直射だとこんな感じであったのが、インレフだと全然なくなってますよね。綺麗。やっぱ光が回ってると綺麗ですね。女の子はやっぱ可愛いビューティーな感じになっています。いいですね。で、プリクラ。プリクラとか全然そう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 。プリクラって真ん中にレンズがあって、もう前全部ライトみたいな感じなんで、陰影ができないと。光がいろんな方向から回り込むと、陰影ができなくなって、肌のデコボコとかもなくなるっていうことですね。陰影がつくと肌のデコボコが、まあ、いい質感、いい意味で質感なんですけど、質感、肌の質感、デコボコ、凹凸っていうのが出てくるので、ちょっと肌が荒れてたりすると、その荒れが出ちゃったりするっていうことですね。なので、もし滑らかな感じにしたいなっていうときは、やっぱり柔らかくする、影をなくしてあげるのが一番いいかなと思います。で、銀レフからの帰りも結構強いので、だいぶ、まあ、これは、これぐらいでもいいけどね、顔が全体に明るくなったかなと思ったので、ちょっと一段じゃないか、一目盛り分光量を下げたのがこれですね。まあ、でもこれも綺麗だね。まあ、白飛びとかはしてないと思う。ヒストグラムを出そう。うん。白飛びはしてないので、まあ、これぐらいでも明るめで可愛いし、まあ肌の、もうちょい肌の質感が欲しいなっていう時はこれぐらいでもいいのかなと思います。ヒストグラムの見方はわかりますか？こっち側が白いデータで、はい、こっち側が暗いデータです、ね。はい、で、飛び出てると白飛び。で、そうそうそう。この、限界まで飛び出てるところはないので、白飛びのデータはないですね。で、これはまたレフ外したバージョンですね。やっぱ全然違いますね。影があります。まあでもこれはこれで、影があることで、こう、フェイスラインがシュッとなるので、スッキリした感じにはなるんですよね。そうですね。うんうん、なので、例えば丸顔の人とか、ちょっと横、ま、丸い感じで、ちょっとエラが張ってるとかで、ちょっとこの顔の丸さが気になってるっていうような子の場合は、むしろ陰影をここら辺つけてあげた方が顔がシュッてするので、スッキリした感じの印象になります。はい。これは、ま、影をレフで薄めるというやり方ですね。なので、ま、基本的に影側に補助で置くっていう感じになります。で、まあ、レフの使い方としては、この影を薄めるパターンと、あとは、このレフを、アクセサリー代わりに使う。このレフにバウンスさせるっていうこともできるので、壁、外とかで壁とかもなかったら、このレフにバウンスさせるっていうのもありですね。で、まあでも外だと、レフ板は風を受けて倒れやすいので、まあ風がない日なら使えるって感じで。なので、外の場合は風に注意でございます。